どう？今ここまで行った。ミッション開始してます。ここが入んないんだよね。この隙間に入れろって書いてある。入んないの？パスが違うんじゃない？同じで5ミリだ。そういうのちゃんと入れておかないと、でもあれだよ、ね、なんかうまく回んねえとかさ。これ見てください、だいぶできてきました。シャーシの部分なんですかね、よくわからないですけど、これが2つあるわけですね。もう1個ありますね。いったしびれた。何が作ってるの？これはボディの部分。そう、真ん中の。この上にモーターとか乗るんじゃないですか。これバッテリーっぽいですね、これ入れるのは。そうだよ、バッテリーで。写真通り見たの。そうなの。買う前にめっちゃ調べたの。この辺はなんか、モーターが乗るんじゃないでしょうかね。とにかくこれはですね、すごいですね。なんか、ネギとかですね。本当にこの工具類もいっぱいついてますね、これ。まあ、生命台に接着剤でくっつけるっていうとこあんまりないですね。ほとんど、ネジで固めていく感じですね。プラモデルっていう感じではないですね。やっぱり実際に自動車を組み立ててるのに近い感じがします。筐体部分ができたみたいです。結構重たいですね、これ持ってみると。これはでかいわ。すごいね、これアルミのフレームだもんね。すごい重たいよな。今何？それギア。そう。ギアボックス。そう。デフギア。デフギア。見てください、これ。これなんとかギアっていうの、普通のギアじゃないんだよ、これ。車でこういうの使われてるの。ベベルギアですかね、ちょっと忘れたな。何時ぐらいからだっけ、作り始めたの。夕時ぐらい。夕方、今何時？今8時半だよ。8時半か。8時半ですよ、もうひたすら作り続けてますけど、一回晩飯は食いに降りてきたけど、もう顔がなんか疲れてるけど大丈夫。手がベタベタだな。ああ、これこのギア見てください、これこいつとこいつがこう噛み合って回転するんだよ。ここどうした？楽しみですね、これは。後ろの箱どれ？これ完成するとですね、こうなるんですけど、これはでも赤く塗装してあるね、綺麗に。どう？1時半なんですけど、夜中の1時半も。そうよまだやってますね。もうそろそろ終わりにした方がいいぜ、マジに。バッテリーみたいですね。なんか繋いでテストしたとか言ってますけど、もうあれですね、私もこんなすごいのはさっぱりわけわかんないですね。そのタミヤのランクルの作成なんですけど、2日目に入りました。見てくださいそれがまた朝早くからやってます。だいぶ筐体の部分が出来上がってきたみたいですけど、昨日は夜中2時ぐらいまでやってて、それでまた朝早く起きてやってますね。この部品がたくさんあるんで、似たような部品がたくさんあるんで、ちょっと間違えちゃうとですね、後でまた違ってたり気づくんだよな、うん、そうするとまた前のところに戻ってですね、取り替えながらこうやるみたいなんで、相当大変ですね、これ。ちょっといい？これなんか繋がってる、うん、繋がってるね。動かす、動かしてみてくれる？なんかバッテリーこのやつを繋いでるんで、スイッチで部分的に動くようになったみたいですね。でこれがコントローラー、見えますかね、これ動いてます。これは何なんですか、ね、
タイヤの部分。そう、右に行ったり左に行ったりするんだ、これで。そう、あ、ちょっと曲がっちゃってるよね。え、なんだ、まあ、なんだっけ、ステアリング。曲がったの、ちょっとずれてる、まっすぐじゃないんだ。すごいですね、これ。まだしばらく時間かかるんです。このコントローラーね、説明書には単三電池8本って書いてあるの、うん、でもこれ昨日開けたらね、これこっちないからね、この D みたいなやつが。で、箱見たら単三電池4本でいいですとか書いてある。じゃあこれ予備を入れとくとこじゃないの、多分。違う、だってさ、コントローラーだからそんな8本も必要ないよね。なんか随分多いなと思ったんだよ、単にコントローラーの割にはさ。不要品かと思う。これどう、それ使いやすい、それ右とか左行くときどうやんの。だからこれです、ハンドル、ステアリングで、これで前進コーチで、これなんだっけ。じゃあ両手でやるんだ。そう、うーん、ここを取って細くしたり、ここにカバーつけたりできるし、そこに箱に入ってるんですよ、カバー。あの、そう、これがこのコントローラーの箱のやつですね。早く走るとこ見たいですね、これね。まだまだ、まだまだ。これなんだっけ、このバネ。サスペンション。サスペンション、今取り付けてます。これ油圧ですね。じゃあ、あんまり。そのなんか押すとまた元に。あ、これ戻らないね、まだ。戻りが悪いけど。あんまり。刺すで、刺す、これ。これが四駆のあれですね、金網の部分ですね。でこぼこした道もこれで走るってやつですね。飛び道具出ました。この電動ドロリです。ドロリこれはなんだっけ、あのトミカを分解するために買ったやつですね。これ今なんかやってるの、モーターの本体に取り付けてるの。こんな感じですね。あれ？あれはどこ行ったの？本体が。本体下。下？うん、今ですね、7月6日の夕方5時半なんですけど、昨日からずっとやり続けて、夜中までやって、今日も朝から、あれはずっとやり続けてます、ね。途中何度かですね、致命的な失敗があって、うまく取り付かないとかあってですね、そのためにまた分解して、なんかやってたりしましたけど、まあとりあえず今のところ問題はないの。ない。大丈夫。ということらしいです。これができた筐体みたいですね。ちょっと見えづらいかもしれないんで、こっちにこうやると。持った感じで相当これだけでも重いですね、これ。下に9398があるよ。え？バネもすごいし、まあこれは本当にすごいわ。今なんか触ってたらですね、ネジが1個チャリンとかって取れてきたけど、大丈夫かな。モーターつけるか。いよいよモーターをつける。その前にここのネジ止めますね。いや、後でモーターまで来ましたか、とうとう。取り付くんでしょうか。こっちだ。引っ掛かせない。フロントがこっちだ。まあそうだよな。その中に入らないとおかしいようなモーターかな。うん。あ、一個。閉じた。どうした？これが。腹が鳴ってんじゃん。何やってるの？ネジが取れたの？ネジじゃない、この中に納豆を入れてさ、締めないといけないでしょ。テープで止めろって書いてある。落ちない。テープが剥がれた。どうだ、こうか。このモーター取り付くともうほぼ完成なの。そうだよ。
こうだ。で、ネジ。こいつか。じゃあ、待て。カメラに頭をぶち当たりました。これじゃない。部品を確認するときはですね、彼がどうやってるかというと、この設計図の上にですね、実際に部品を置いてみて形状と長さをですね見るんです。これだあった。これじゃない。違うの。同じ見えるけどね、小さい。違う。これ何？ BA だ。BA の 5×4 って書いてある。それが4あったみたいですね。4で、ここはもうドリルで。電動ドリルいいね。この電動ドリルは確かカインズホームで1000円ぐらいで買ったやつだと思うんですけど、電池ではなくてあのコンセントから取るタイプのやつですね。だから安かったと思うんですけれども、電池だとあの便利なんですけど、充電しないといけないんで、まあそれはめったに使うわけではないし、最後ラストワンといってもまだ設定っていう。よっしゃ。でまだあとこれをつなげないといけないんだ。こことまだまだ先は長いですね。フロントがこっち。あれ塗装もあるね、ボディ。まあ、ボディの塗装はともかく早く動くとこ見たいよな。この BA11 っていうパーツを今からこの穴に見えるかな入れるんですけど、そのためにこのレンチ、超ちっちゃいレンチが必要ですね。よいしょ。この穴ね、わかる。これ映んないのね。で、これをここにちょっとスポッと。で、あとはレンチを締めればいいだけ。ピンボケがこれピンボケすごいな。こいつを締めます。これで最後。ちょっと犬がうるさいね。よいしょ。よし、よし。最後一回キュッと。よし、しまった。 OK。 これで重いボディはできた。ピンボケすごい。